彼女です。とってもわがままな彼女です。ちょっと略すのがとっても大変だわ。あなたは美しい、あなたの足は美しい、あなたの体型は美しい。あら、全部美しかった、嬉しい。あとはじゃあ顔だけだね、美しいのついてないの。やばい、求めていくスタイル。ミラクルハリーのホーゼです。出た出た出た、このちょっと語呂がいい、入れ替えてちょっと分かりづらくなっちゃうやつ。その変えたのが分かりづらい変え方のミラクルハリーのホーゼです。出ました。安定。ハリトの YouTube 見つけられない。なんだって？ハリトの YouTube こそ URL で飛べそうな気がするけど、できないかな、どうしよう。なんだろう、ハリトは多分ね、検索じゃ見つけられないかも。松本春菜でやってないから。あのね、ハリトは多分もうプロフィールの URL タップするしかないかも。それで飛べなかったら、飛べなかったらその名前で検索してもらうしかないのかな。難しい、ちょっと待ってね。名前松本春菜に変えようかな、どうしよう。 YouTube も変えた方がいいかな、分かりやすいよね。ジョージ遊ぼうぜ。あ、女の子大好きなジョージ。なんだって？お、ジョージ浮気か。おいおいおい、事情聴取するぞ。おいこら、どこだぞ。フリタ以外の女の子を好きだなんて、ああ、こんなちょっと髪の毛ちょこんって生やしやがって、おいおい前髪ちょんってしやがって。プレイボーイになっちゃった。フリタ実際に会った時に連絡を交換しようね。おう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 おお、あ、つながりだな。おうおうおう、アイドルでいうあのつながりってやつな。おうおうおう、じゃああれだわ、内緒ね。ダメだよ、アイドルなんだから。そんなの、あー、ハリタン、アイドルを真っ当に頑張るんだから。じゃあ電話番号だけ渡そうかな。メラクルホーゼ公式 YouTube のチャンネル登録者数少なすぎてびっくりしたけど、これからハリタンが引っ張っていくしかないね。そうだね、そう、ハリタンがまず有名になって、でそこからミラクルホーゼを引き上げるんです。はい、そういうことでございます。はい、だからみんな協力してね、応援して、ハリタンもっと有名にして。メイク前に、嬉しい、ありがとう。そう、最近メイクね上手くなったの見て、ちょっと垂れ目、垂れ目だから、すっぴんとね全然顔違うよ。ああ、見ないでってなっちゃう、すっぴん見ないでって。あとハリーちゃんより年下の若い男とも全然つくと思う。お姉さんに憧れる感じ。本当に？それも嬉しい。本当に？じゃあなんかさ、年齢層幅広かったらなんか嬉しいよね。なんかどの人からも好きって言われて。本当に？もう最近なんか TikTok がその見てくれる層が若いのか分かんないけど、なんかね、高校生ですとか、今18歳ですとか言う子もね、みんないるよね。うれしい。髪型可愛すぎるよね。本当に？やった。横でサイドお団子だよ。でこのリボンつけてくるくるってしてんの、かわいいでしょ。今ね、 Twitter フォロー、 YouTube チャンネル登録して。ありがとう、嬉しい、やった。投稿いっぱい頑張るね。いいね、コメントリプいっぱいしてね。嬉しい。今日も太ももかわいい。ハリタなんだって？キャー、見られちゃってた。ハリタ実際に会った時に二人で行きたい場所がある。どこ行きたいの？どこ行く？どこどこ？名前で検索は無理だった。あららら、ごめんね。なんでだ？ハリタはるはるで検索。そうそう、はるはるで検索して、それで出なかったらちょっとまた、じゃあこのライブ配信終わったら名前変えれるのかな。ちょっと名前変えれそうだったら変えてみようかな。松本春菜に変えてみようかな。どうしよう、どうしたらいい。はるはるで検索して出るかな。きゅうり食べてた人ですか。そうなの、そうです。ハリタンきゅうり好きなんだ。きゅうり大好き。ミラクルホーゼ、サラちゃんって子いるね。いるいるいる。知ってる、サラちゃん、あのパーティーパープル担当のまつりサラちゃんだよ。知ってるの、もしかして。なんかね、ソロアイドルで何年かやってて、でその後ミラクル入ってくれたの、5月に。めっちゃ面白いよ、さやちゃん。ハ
リタンとな2人の内緒だよ。あ、内緒ね内緒話ね。俺も LINE つながりたい。おおお、やばいやばい、つながり、みんなとつながっちゃうぞ。つながりが多すぎてやばい。でみんな知ってるアイドルってね、つながりダメなんだよ。そう、それ文春とか載っちゃうんだから、有名だったら、有名だったらだけど。ダメなんだから、みんな。そうだよ、本当にもうこれだから。でもね、つながりってなんかさ、刺激あっていいよね。ちょっと憧れちゃうから、ちょっといいんじゃないとか言っちゃう。みんなつながるか。応援する、ありがとう、応援して、 LINE つながって応援してくれ。やばい、タレパンダメイク。そうそうじゃないけど、でもタレパンダって言われたらタレパンダっぽい。なんかタヌキメイクと思ってた自分で。タヌキタヌキ、アリちゃん何焼き、何何焼き、何食い、なんて読むの、囲むロ、ロウラ焼き、いや、わかんない、初めて見たこの感じ。多分あなたは終えることができます。え、どういうこと。終えることができる、何終えちゃうの。アリちゃんとしてはミラクルホーゼとしても、女の子や若い子のバランスよく現場にいるのが一番いいよね。そうなの、なんかそうそうそう、やっぱりさ、なんだろう、できればやっぱ年齢層と性別関係なく好きになってほしいよね。結局さ、そのミラクルホーゼってその乃木坂さんとか AKB さんみたいな、 AKB さん違うか、乃木坂さんとかって可愛いって感じじゃん。男の人のファンがやっぱり多いわけじゃん。なんかミラクルホーゼは可愛いってだけを売りにしてないから、なんか思いを伝えたいみたいな感じだから、それもあってやっぱいろんな人に中身を見てほしいって感じだよね。そうなのよ、美しい目を見せて、いいよ、見て、見えた。美しかった。サラちゃん、俺がフォローしてる人だよ。え、本当、そうなの。サラちゃんいいよね、可愛いのよ、可愛いし面白い。ツッコミが秀逸なの。地下アイドルなんですね。そうそうそう、今地下アイドル。でもメジャーに行きたい地下アイドルです。これからメジャーに行きます。頑張ります。アリタンを有名にして、ミラクルフォーゼを有名にしてね。お願いします。頑張ってるんだ、そう。いや、はるちゃんおやすみ。おやすみ、まなぶさん。おやすみしちゃうの？もう。寝ないで。あ、いのりさんも。ハローハロー。すごいみんな。この時間、3時。3時出没率すごいな。あ、春の沼にはまりそう。え、もうハマったんでしょ。にゃつたもうハマってるよ、知らなかった。教えてあげる、もうハマってるよ。今日もジョージ、今日も通知は来ない。ああああああ、今日も来なかった。やっぱさ、ランダムの100人だからね、やっぱ通知大事だよね。やはりもうさ、その明日の何時からやりますとか言えればいいんだけど、結局なんかさ、予定もまちまちだったりするからね。ごめんね、申し訳。ハリタンは好き嫌いはあるの？食べ物で。ハリタンはそうだな、なんかパクチーとあと辛いものが苦手かな。薬味系もそんな好きじゃないかな。そうだね、かな。好きなものはでも、だいたい他は何でも好き。卵とかもお肉とお寿司も好きだし、そうね。最近チヂミとか好きだよ。へへ。焼肉屋さん行ったら絶対チヂミ頼む。はるはるでは YouTube 出てこない。あ、え、なんだって？なんだってなんだって？どうやったら出てくるんだろう？どうしようね。問題起こして辞めたアイドルさんいっぱい見てきました。やばいじゃん。ちょっと、あれだね、つながりでね。そうだ、やっぱ。合わないんだよ、それ。ダメだよ、つながっちゃう。ハリタン、ハリタンが有名になってからだね。だ、それもダメか。ハリタン、いろり焼きだよ。いろり焼きない、それ。いろりって読む、あ、でもいろりっぽい。いろり焼きって聞いたら、いろりって読めてきた。食べ物？ハリタン、うがきアナみたい。つまり、タヌキ。うがきアナって可愛いよね。なんかすごい、田中みなみって言われたり、うがきアナって言われたり、すごい、なんかいろいろ言われて。つまりタヌキが一番笑ったわ。いいよ、ハリタンはタヌキです。キュウリの次は何が好き。キュウリの次は、キュウリの次はなんだろう、うん、レタス。
レナさん野菜縛りみたいになっちゃった。